こんにちは。ここは阪神高速11号池田線梅田付近です。ここ梅田出口は阪神高速の高架道路がビルの中を突き抜ける珍しい構造です。近づいてよく見てみましょう。阪神高速がビルの中を走っています。 TKP ゲートタワービルです。このビル、エレベーターでは4階の次は8階、5階から7階は阪神高速の道路が入居しています。高速道路とビルは一切接触しておらず、互いに独立した構造、ビルに振動は伝わりません。この地にビルを建てたい地権者と、同じく高速道路を通したい阪神高速が協議。約5年にわたる交渉で、ビルに高速道路を通すことで決着しました。1989年、平成元年に道路法などが一部改正、道路と建物の一体的整備を認めた一体道路制度が制定されました。このビルは日本で初めて立体道路制度を利用した建物となりました。今では大阪梅田の名物ビルとなっています。実は阪神高速が突き抜けるビルは難波にもあります。続きまして、大阪難波のビルをご紹介いたします。大阪難波にある港町リバープレイス、八角形の宇宙船のような外観が特徴のビルです。実はこのビルも中に阪神高速が入居しています。地下2階、地上7階の建物、道路に面した1階は阪神高速の入り口となっており、料金所もあります。驚くべきことに、このビルの中に阪神高速の港町パーキングエリアもすっぽり入っています。一体何を言っているのかわからないと思いますので、近づいてよく見てみます。ちなみにこのビルも立体道路制度が適用されています。ビルの1階、歩行者は入れません。港町料金所、環状各方面と記されています。このビルの1階は阪神高速の入り口、車はこのビルを通って阪神高速へ乗ります。ここは阪神高速堺線と環状線が交差する場所、都会のど真ん中、大阪難波にある阪神高速港町ランプです。ビルの3階以上にはライブハウス難波ハッチやオフィスが入居、そして2階には阪神高速のパーキングエリアが入居しています。このビルの中にパーキングエリアがあるのです。残念ながら2階のパーキングエリアへは歩行者は入れません。パーキングエリアは高速道路としかつながっていないのです。建物の一部を高速道路の出入り口と共有、2階はパーキングエリアとして利用される珍しいビルです。それでは高速道路から港町リバープレイス2階の港町パーキングエリアへ行ってみましょう。ここは阪神高速15号堺線、1号環状線と接続する港町パーキングエリアに向かいます。港町パーキングエリアの案内があります。普通車専用、高さ 2.1 メートル、長さ 5.0 メートルの制限。ビルの中に入っていきます。港町リバープレイスの2階、阪神高速港町パーキングエリアです。駐車スペースを含め全てがビルの中にあるパーキングエリア、
大型車は不可ですが、普通車21台と新商車2台の計23台が駐車可能。こんなパーキングエリアが都会のど真ん中、難波のビルの2階にすっぽり収まっているなんて驚きです。ビルの外観からはこんな施設がビルの中にあるとは想像もできません。ビルの中にあるからといっても、普通車なら特段不便は感じません。レストランや売店はありませんが、自販機コーナーは充実しています。繰り返しますが、ここは商業ビルの2階です。残念ながらここから徒歩で外へ出ることはできません。このビルの2階だけは一般人は阪神高速でしか入れない構造。ここは繁華街の難波、自由に出入りできてしまうとここを駐車場代わりに利用される恐れがあるためでしょう。ビルの中とはいえ、一般的な都市高速のパーキングエリアと遜色はなく、明るく清潔です。交通情報板もあります。ここ港町パーキングエリアは港町出口と分岐するルート。パーキングエリアに入ったら港町出口を利用することはできません。狭い空間を最大限に活かしたビルの中にある阪神高速港町パーキングエリアです。それでは一旦港町パーキングエリアを出ます。ここは港町リバープレイスの2階。この上には FM 大阪やライブハウスもあります。先日の通り、車も人もここから直接高速を降りることはできません。港町パーキングエリアに入ったら港町出口へは行けませんので、一旦本線へ戻ります。ビルの外周を回りながらアップダウンしつつ本線へ向かいます。阪神高速1号環状線に合流。次の出口、信濃橋出口から出てもう一度戻ってきます。動画ラストは港町リバープレイスの1階からビルの中を通って阪神高速へ再度戻ります。信濃橋出口から一般道を南下し、また港町リバープレイスへ戻ってきました。港町リバープレイスの1階から阪神高速へ入ります。ビルの1階が阪神高速の料金所。ここはビルの中です。今回はビルの中に高速道路がある大阪梅田と大阪難波の2つのビルのご紹介でした。安全運転で利用しましょう。ご視聴ありがとうございました。